すみません、まだ、日本時間1時55分かと思うんですけど、本編の開始2時からになるので、来てくださった方はしばらく待機しておいていただければなと思います。よろしくお願いします。こんにちは。おお。はい、ご参加くださってる皆さんありがとうございます。本編開始2時からになるので、来てくださった方、しばらく待機しておいていただければと思います。で、実際本編始まった時にですね、皆さんの反応だとか見させていただけた方が、僕ら登壇者の方もやりやすかったりとか、お話ししやすかったりもするので、ぜひですね、画面の方はオンにしていただけますと幸いです。こんにちは。こんにちは。そういえばすいません、今日なんかちょっとすごい電波が先ほど私悪くて2回ぐらい全く聞こえない時があったのでちょっと飛ぶことがもしかしたらあるかもしれないです。ちょっとこちら雨が降っておりまして、その関係かと思います。はい、参加くださってる、皆さんありがとうございます。本日本編2時から開始させていただくんですけれども、2時から開始なので少々お待ちいただければと思います。で、お願いの画面、今ちょっとスクリーンシェアさせていただいてるんですけれども、もしよろしければ皆さん画像をオンにしていただけますと嬉しいです。登壇者の方ですね、お話しさせていただいているときですね、実はかなりの静寂に包まれてまして、皆さんの、フェイシャルインプレッションですね、表情を見させていただけた方がお話しさせていただきやすかったりもするので、ぜひ、画面の方はオンにしていただけますと幸いです。で、ズームですね、チャットっていう画面があるかと思います。下の方にチャットっていうアイコンがあると思うんですね。で、なので、登壇者プレゼンさせていただいたりとか、あと議論させていただいている中で、なんか私こう思うだとか、こういうのあったんですかみたいな疑問、質問等あれば、チャットで本日はどしどし投げていただければと思っているので、チャットの方もぜひぜひご活用いただければなと思います。じゃあ、しばらく本編開始するまでお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。新しく参加してくださった方ありがとうございます。本編開始あと1分後、2時からっていう風な予定なので、もうしばらくお待ちいただければと思います。で、お願い事項ちょっとすでにいてくださってた方には繰り返しになっちゃうんですけれども、もし可能でしたら皆さん画面の方ですねオンにしていただけますと幸いです。
で、またですね、各登壇者のプレゼンだとか、まあ、ディスカッション中とかに皆さんの方から質問があればチャットの方に投げていただければと思いますので、まあ、ぜひどしどしチャットの方にもコメントだとか質問投げてもらえたらと思います。じゃあもうしばらくお待ちいただければと思います。あ、2時になったんですけれども、ちょっとまあ、参加予定になった方まだしばらくいらっしゃるので、2時5分までですね、開始ちょっと待たせていただければと思うので、もう少々お待ちいただければと思います。参加してくださってる方、新しく入ってきてくださった方、ありがとうございます。繰り返しのアナウンスになってしまうんですけれども、本編の開始、もうしばらく参加者の方また待てればと思うので、2時5分から開始とさせていただければと思ってます。でですね、何点かお願い、2点お願いあるんですけれども、もし可能であれば皆さんが画面の方ですね、オンにしていただけますと幸いです。で、各登壇者プレゼン中だとか議論中に皆さんの方からの質問も、受け付けていければと思ってますので、何か疑問点とか聞いてみたいことあればチャットでどしどし投げ込んでいただければなと思ってます。よろしくお願いします。もう少々お待ちください。
はい、じゃあすいません、2時5分になりましたので、本編開始していただければと思います。ご参加の皆さんありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。で本日ですね、海外インターン生パネルトークっていうところで、あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。で本日ですね、海外インターン生パネルトークっていう形でですね、まあ、こんなご時世でも海外インターンしちゃってるやつらたちというふうなところでですね、まあ、この左側に4名写真、置かせていただいている4名、今現在も海外インターン、もしくはまあ日本からリモートで海外企業のインターンをしてるみたいな人もいるんですけど、まあ、その4名っていうふうなところの現役海外で働いている人たちと、で実際僕が右端の西出大輔っていう人間なんですけれども、そんな中で海外で IT 企業を今も経営しているというか、海外支社を、管理しているマネージャーの私がですね、ファシリテーターとなって、まあ、実際今海外で現状でも働いている人たちっていうのに対してですね、まあ、このコロナの現状どういうふうに考えているかみたいなことを、まあ、聞いていくというふうなイベントにできればと思ってますと。で、まあ、実際始めるにあたってですね、あ、このページはごめんなさい、スキップします。で本日のコンテンツなんですけれども、今2時5分かと思うんですけど、まあ、10分くらいまでの間に僕の方から主催者挨拶っていうふうな形で、まあ、本日の趣旨のご紹介させてもらえればと思ってます。でその後ですね、2時10分から2時30分までの間にですね、登壇者4名ですね、実際今海外でインターンだとかお仕事してる4名から自己紹介っていうのをしていただこうと思ってます。でその後2時半から3時10分ですね、まあ、僕たちの方で、まあ、こんなご時世で海外で働いてる中で気になるようなトピックみたいなものっていうのを準備しているので、まあ、登壇者たちに対して、まあ、なんか今世界で働いてる中でどんなふうなことを困ってるか意識してるかみたいなところを、まあ、準備したトピックに基づいてパネルディスカッションしていければと思ってます。で、3時10分から、その後ですね、皆さんからチャットで質問を受け付けたいと思ってるので、まあ、皆さんの方からも質問とかを投げていただいてですね、それらを踏まえてさらに質疑だとかディスカッションを深めていければというふうに思ってます。で3時40分から4時半までっていうところなんですけど、まあなんかせっかく、まあ、こんな感じで海外で仕事してることに興味持ってる人たちも集まってくれてると思うので、まあなんか皆さん土曜日ですし、なんか手元にビールとかでも準備してもらったりとかですね、なんか手元におやつですね、僕今手元にポップコーン準備してるんですけど、なんかポップコーンとか、まあ何でもいいですよ、ポテトチップスとかでも全然いいですし、今からちょっとマクドナルドのデリバリー頼んでも全然いいんですけど、なんかせっかく集まった人たちでですね、皆さんマイクオンにしてですね、なんか今日の話聞いててどう思ったかとか、今後海外留学したいと思ってるんですけどみたいな話とか、なんかそういうところでオンライン懇親会みたいなこともやっていければなと思ってますというのが、まあ今日の全体のコンテンツになります。はい。でですね、簡単に僕の方から自己紹介、僕の自己紹介もさせていただいて、その上でですね、進めていければと思います。で僕なんですけど、今サンアスタリスクっていうソフトウェアの開発会社のフィリピンブランチのマネージャーしてる人間です。でサンアスタリスクって会社がですね、日本とベトナムと、フィリピンとカンボジアの4カ国に今拠点構えてて、グループでだいたい1500名ぐらいのソフトウェアの開発をやってるような、まあ、デジタルクリエイティブスタジオっていう風な形でソフトウェア開発をしている会社になってます。でその中で僕ら今フィリピンでだいたい25名くらいの、新興ブランチっていうのを運営してるような感じになってるような、まあ、会社の、フィリピンブランチマネージャーしてるのが私っていう風な形ですと。で、なんかもともとテクノロジーによって民主主義どう変わるのかとか、あとはまあその IT によって世界どう変わるのかみたいなことを考えてる中で、なんか日本だけじゃなくて世界でのキャリアっていうのを歩んできたのが僕だったりとかするので、まあ、なんかそんな風な観点から話とかっていうのを少し広げていくようなことが今日はできればなというふうに思ってます。でですね、まあ、本日のオンラインカンファレンスの趣旨みたいなところで、ちょっと文章、長いんですけど読み上げる感じにさせてもらえればと思いますと。で、まあ、今日のカンファレンスの趣旨なんですけど、まあ、世界的に猛威を振るうコロナとその収束が見えないことから、まあ、留学とかワーホリに行きたかったけど自粛せざるを得ないだとか、まあ、そもそも海外留学とか海外で働くことに対してもうネガティブな印象を持ち始めたみたいな空気っていうのが生まれてるんじゃないかなってそもそも思ってますと。ただ、実際にはですね、国や地域に関係のない強烈な脅威っていうもの、まあ、脅威の COVID-19 を体験した世界になったからこそ、まあ、コロナが落ち着いて収束した未来っていうのでは、国境を越えた脅威とか、脅威や課題に対して、まあ、ある種世界市民のように向き合っていくような人の価値っていうのはより高まっていくんじゃないかなっていうふうな気もしてるんですね。
で、まあ、その中でですね、まあ、そういうふうな前提とか考えもある中で、まあ、実際に日本から飛び出して、まあ、現在の大変な状況を海外で過ごしている人たちが、まあ、今の状況だとか経験をどう捉えているのかだとか、まあ、世界的な危機を異国の地で経験したことをどのように受け止めているのかみたいなことを率直に話し合うことによってですね、まあ、アフターコロナの、まあ、グローバル社会とか、アフターコロナの世界において、まあ、世界で学ぶ、世界で働くっていう価値をどういうふうに受け止められるのかみたいなことを深めていける時間にできればなというふうに思っているのが今日のお時間になります。やばい、なんか真面目な感じやからちょっと皆さんの表情固まってるんですけど、あの大丈夫です、ビール片手にくらいのテンションで全然大丈夫なんで。ただトピックはあのタイトルがすげえふざけてた割に、タイトルあれですもんね、こんなご時世でも海外インターンしちゃってるやつらたちみたいな感じで若干不謹慎な雰囲気のタイトルにしてたと思うんですけど、すみません、あの画面のページ送りが非常にですねスムーズじゃなくて、こんなご時世でも海外インターンしちゃってるやつらたちと、非常に不謹慎そうなタイトルにしてた割に、なんかあの内容として今日議論するのは割と真面目に、未来の世界の社会でなんか僕らグローバルで働くのってどうなんやろうなみたいなことを喋っていきたいみたいな感じで思ってる感じですね。はい。でですね、最後に改めてのお願いっていう風な形になるんですけど、まあ、すでに画面オンにしてくださってる方多いと思うんですが、もしよろしければ皆さん画面ですね、画像の方をオンにしていただけたら嬉しいなと思ってます。で、これあの話してる側ってですね、実はこう、皆さんマイクオフの状態で一人で喋ってるんで、奇跡の静寂の中で喋ってるんですよ。これですね、喋る側になった瞬間に気づく人いるんですけど、気づくんですけど、驚異的に孤独なんです、喋ってる側実は。なのでですね、あの皆さんの表情を見えると喋ってる側が非常にですね喋りやすかったりもするみたいなところがあるので、まあ、もしですね可能であれば画像の方をオンにしていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってますっていうところです。で、次にですね、2点目のお願いなんですけど、各登壇者の方で、プレゼン中だとかに、質問多分あるかと思うんですね。で、そういう際はですね、このズーム下の方にチャットっていう、アイコンあると思うので、チャットの方で気になったこととか、どしどし質問投げておいていただければと思います。質疑応答だとかディスカッションの際にですね、僕の方でそのあたり拾いながらですね、議論の、深めていく素材にさせていただければと思うので、ぜひぜひ質問投げていただければと思っています。っていうふうなところで、僕の方からの前座の、今日のご紹介っていうのは以上にさせていただいて、これからメインアクターである4名の方々がどんな方かっていうのをまず知っていただくために、4名の自己紹介プレゼンみたいなところに進めていければなと思います。っていうところで、じゃあまず1人目をちょっと召喚できればと思うので、あ、すいません、1人目召喚する前に今日の登壇者改めて4名ご紹介です。一番左から田島穂高君、大学生で、まあ、弊社のフィリピンで今も海外に在住して海外インターンしてくれてます。で、左から2番目、フリーランスで、デザイナーをされている藤本マーチちゃん。この子も、もともと僕らのフィリピンブランチでデザイナーで、デザインのお仕事してくれてた状態で、ちょうど今は日本に帰国っていう風な状況になってます。で、その右側、個人事業主、高橋大輔君。彼もですね、実は僕たちのところでインターン、4月からフィリピンでする予定だったんですけど、まさかまさかのコロナの状況で、飛行機が飛ばなくなって、日本からリモートインターンしてるみたいなことになってます。で、最後、社会人大学生、野中さんっていう方で、野中さんはですね、今、オーストラリアでですね、学生ビザを持ちながらお仕事されてて、今フリーランスになろうとして活動されている方になってて、まあ、オーストラリアの現状とかっていうのも、教えていただけるかなというふうに思ってます。っていうところで、この4名ですね、フィリピンでインターンしてます。フィリピンでインターンしてて日本に帰国しました。フィリピンでインターンする予定が日本に釘付けになりました。オーストラリアでずっと生活しますというふうな4名を、登壇者としてご紹介させていただければと思います。というところで、じゃあ1名目を、ご紹介できればと思うので、1人目、田島穂高君、弊社のフィリピンのインターンしてる田島君にバトンを渡して、田島君の自己紹介をさせてもらえればと思います。じゃあ田島君よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと画面の方をシェアさせてもらいます。これ今見えてますでしょうか？見てます。はい、ありがとうございます。で、じゃあまず僕の方から簡単に5分ぐらいで僕の自己紹介させてもらいます。で、僕の名前は田島穂高って言います。で、今、大学3年生、ちょっと休学してるんです。今休学してて、今22歳の代です。で、ちょっと、はい。
で、簡単なプロフィールとして、まあ、出身は埼玉県です。で、職業としてはまあ大学3年生。で、現在2020年で22歳の年です。で、趣味が筋トレ、サッカー、読書ということで、まあ、基本的にアウトドアが、好きだったんですけど、今は強制的にインドア生活って感じです。はい、で、好きな漫画っていうのがキングダムナルト。ちょっとここはメジャーなとこなんですけど、まあ、こんな感じで好きです。で、嫌いな食べ物ない。ここが僕の、はい、唯一の長所です、はい。で、特技サッカーですね。まあ、次で紹介するんですけど、かなり長いことサッカーやってたんで、まあ、特技はサッカーということになります。はい、で、まあ、ざっと幼稚園から、高校まで、僕ずっとサッカーばっかりやってた人なんですっていうのがこの紹介です。で、なんだろう、まあ、ずっとサッカーやっていて、まあ、一応勉強もここに書いてあるんですけど、ちゃんとやってましたと。とはいえ、毎日ほぼほぼサッカーって感じで。で、高校の時に、実は全国高校サッカー選手権っていうのがありまして、で、高校の全部の高校が、対決するみたいな感じの大会でベスト8になったことがあります。で、これがその時の写真になります。はい。で、僕が大会が終わったのが1月5日なんですけど、まあ、そこから1ヶ月ぐらいあったので、実験勉強期間をして、受験勉強をして、で、その後、中央大学っていう大学に入って、今、大学3年生っていう感じです。で、まあ、大学1年生で、まあ、いろんなことして、ちょっと挫折とかもあって、なんかサッカー一回やめちゃって、で、なんかいろんなことにこう、手出したんですね。ただ、なんかそこで、なんか、虚無感というか、なんか、新しいことをもっとやり始めたいなっていうことで、大学2年生の夏から、ウェブマーケティングの、会社、で、インターンを始めました。で、これが基本的に SEO っていう、Google のサーチエンジンの最適化っていう、まあ、ちょっと、そういう分野があるんですけど、そこのマーケティングをやってました。はい。で、その後、1年間インターンした後に、大学3年の春から、あ、すいません、夏休みが終わってから、セブ島に IT 留学に来ましたと。で、セブ島の IT 留学をしている間、週末に勉強会、こっちのセブの現地の勉強会に参加してたりしたら、西出さん、それこそ今、紹介した西出とか、に会いまして、で、サンアスタリスクの人に、のなんで人としての魅力っていうのにちょっと惹かれて、インターン申し込んで、そこから今、インターンしているという形になります。で、今、現在ですね、現在は、サンアスタリスクのフィリピンで、インターンしてます。で、主な業務内容としては、ティーチングアシスタントとマーケティングの2つ、午前午後で、半分ずつぐらいやってます。で、ティーチングアシスタントっていうのは、弊社は、フィリピン人講師が日本人に向けて、英語でプログラミングを教えるというのをやってるんですけど、さすがに初めの方はちょっと生徒さんも英語だと何言ってるかちょっと分かんないとか、ということがあるので、そこを僕が、補助としてサポートさせていただいているという形になります。で、ここの半分はマーケティングですね。これは、弊社のマーケティングをやっております。で、ここに書いてある通りですね、現在、セブに来てから8ヶ月目。で、サンアスタリスクに参加して5ヶ月目。で、すごい今、楽しく、仕事をさせていただいてます。で、ここに書いたんですけど、ちょっと今、ジムが行けないので、筋トレしたい欲が最近強いということです。ってな感じで、はい、僕の紹介はこれぐらいです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかまあすごい気になったのは2ページ目か3ページ目のなんか大学時代の虚無感みたいな話をしている時の左側の写真で T シャツの上に謎の白い。あ、そうですね。赤ワイナーかけて。あれはごめんなさい。あれはそうです。言い忘れました。手術。あれなんだ、ちょっと一瞬画面シェアしてよ。あれ若干映ってたので、あれだけちょっと僕聞きたいんですけど。すいません。これですね。ですこれ、これなんですけど、左の画像が意味わからんって思ったこれなんですけど、高校の時に僕膝を、靭帯切ってしまいまして、ただ靭帯を切ったまま高校サッカー選手権に出てたんですね。高校サッカーの選手権に、どうしても出たくて怪我をしたまま出てたの で大学に入ってから、じゃあ治そうねっていう話で医者の人と一緒に手術したって感じの写真がこれです。ちょっと面白かったのかもしれません。なるほど、理解しました、はい、ありがとうございます。以上です。じゃあ1人目の田島くんでした。皆さん、こんな子がまず1人目の、後ほどのディスカッションで、
と喋ってくれます。で、ところで、2人目のところに行ければなと思います。で、お二人目がですね、ちょっとお待ちくださいね。一瞬だけ僕に画面シェアのターンをもらうんですけど、2人目がですね、見えてますかね。藤本マーチさんっていうデザインの、フリーランス×海外インターンをしていた藤本さんに自己紹介していただこうと思うので、一瞬僕画面シェアさせていただいたんですけど、一回再度画面シェアのを藤本さんに渡してですね、藤本さんちょっと自己紹介をお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい。はい、ですね、少々お待ちください。あ、画面シェアされてますか？見えてます。大丈夫ですね。はい。ちょっと待ってください。あ、少々お待ちください。で、はい、大丈夫ですかね。見えてます。大丈夫。あ、はい。ですね、皆さんこんにちは。今日はよろしくお願いします。ですね、この後に自己紹介でちょっと名前をクイズ形式で出そうと思ってたんですけど、なんか私のちょっと配分ミスでですね、何回も名前が出てたと思うんですが、皆さんまだ名前覚えれてない気がします。なので、普段であれば2秒ほどで自己紹介できる名前を今日は30秒ほどかけたクイズ形式で行いたいと思います。はい。では皆さん、いきなりですが、クイズです。今からする3つの質問、すべて同じ答えになります。で、すべて私の名前になります。なので、頭の中でいいので考えてみてください。はい、1番、3月は英語で何と言いますか？はい、2番、日産が出している M から始まる名前の車は何ですか？はい、最後です。3番、この歌の続きは、ロッテコアラの。はい、皆さん、わかりましたかね？最後の質問でちょっとだいぶ答えに自信が持てた方もいるんじゃないかと思うんですが、改めて、今更ですがもう、あ、すいません、紹介します。あれ、あ、画面がちょっと小さいですね。すいません。3月に生まれました藤本マーチと申します。左上に名前が書いてあるんですけど、答えはマーチでした。皆さんわかりましたかね？はい、まあ、よくちょっとあだ名とかっていうふうに言われるんですけど、本名なのでぜひ覚えてください。はい、今現在、私はイラストレーター兼デザイナーを、まあ、フリーランスとしてやっています。で、今、左上にあるように私は26歳なんですが、まあ、私がどうして海外で働くイラストレーター兼デザイナーになったのかっていうのをちょっと0歳から遡っていきたいと思います。左下の0歳、シンガポールで生まれて親の仕事の関係でミャンマーで、13年間暮らしていました。で、13歳になった時に中学校1年生の終わりですね、母親にある日ニュージーランドに留学しないかっていうふうに言われまして、で、そこから、まあ、私は正直その時英語がすごい苦手で、嫌いで苦手意識がすごいあったんですけど、留学に行ったら人として何か変われるんじゃないかっていうふうに思ったのがきっかけで、思い切っていくことにしました。で、まあ、行ってからがやっぱり留学って大変だと思うんですね。こう人それぞれだと思うんですけど、やっぱり私は中学生という年で行ったので、周りに日本人で留学してる人は全然いなくて、こう友達を作るのも本当に大変でした。で、やっぱりこう昼ご飯とか食べるってなった時にもランチしようよってい こう勇気もなかったので、初めは一人でこう泣きながらトイレでサンドイッチを食べたこともありました。まあ、皆さん多分留学経験がある方はいろいろ苦難があると思うんですけど、でもやっぱりこう留学という環境だとこう完全に英語漬けの生活で、頭の中は英語で埋め尽くされたので、まあ、自分が勉強が頑張ったっていうのもあるんですけど、そういう環境のおかげもあって、まあ、英語もできるようになり、まあ、友達もできて楽しい留学生活に変わりました。で、そこから、まあ、16歳になって、まあ、1年半の留学を終えた後は日本に帰り、まあ、普通に日本の高校に入って普通科の、学校に普通科に入りました。で、その後18歳になった時、大学生
になる前に、まあ、進路を考えた時に国際交流だったり異文化に触れることが好きだったので、まあ、あの大分県の別府にあるすごい国際的な大学なんですけど、アジア太平洋立命館大学っていう、まあ、世界90カ国ぐらいから学生が集まる国際色豊かな大学に入りました。でその後、まあ、マルタ留学だったりあの何ですか、大学生活を経ってやっぱり英語が好きだなっていうところで、あの23歳の時に英会話教師として働き始めました。で、まあ、その時にあんまり何ですか、ずっとそこで働くつもりはなく、こう海外で生活を1年ほどその後いつかしたいなっていうふうに考えていて、あの生活をしてたんですけど、まあ、社会人の中でこう途中から、まあ、ただ異文化に触れるのではなく、あの何ですかね、こう日本にいる自分っていうのは人の目を気にしていたりして、こう無難でいることが多かったので、とらわれるのではなく、こう海外であればこうやりたいことが何ですかできる、こう挑戦しようと思える自分がいるっていうふうに自分の中で感じたので、こう、まあ、昔から好きで諦めていて絵を描くお仕事を海外でしようと決心して、25歳の時にオーストラリアに行きました。で、まあ、そこからちょっといろいろありまして、わけあってセブ島に行くことにちょっとなったんですけど、でそこで、まあ、セブ島留学で有名なんですけど、なんか思ってた以上にデザインだったりプログラミング留学をする人、こう英語かける何かっていうものをしてる人たちとかに出会って、でまあ、そこからデザインにも興味が、あのイラストだけじゃなくてデザインにも興味が湧いて、まあ、そこからあの今回のイベントを企画してくださったあのサマーラスアカデミアの、西出さんだったりに出会って、デザイナーとしてあの雇っていただくことになりました。でそこからあのコロナの影響でちょっと、まあ、日本に一時帰国をしてたタイミングだったので、まあ、コロナが悪化して日本に帰ってきて今26歳という感じです。で、今後はそうですね、まあ、今は日本にいますが、海外と日本を拠点にまだまだやりたい挑戦したいことがあるので、私は海外に出て頑張っていこうと思ってます。はい、すいません長くなってしまったんですが以上です。はい、ありがとうございます。まあ、みたいな感じですね。多分あの藤本さんの場合はですね、なんか生まれも育ちもが結構海外みたいなのは結構レアなところがあったりとかしますし、まあ、その中でいろんな国移動しながら結構こう、まあ、ある種海外ノマド的な動き方をしてたりとかするので、そのあたりもの観点も踏まえてですね、なんかあの後ほどいろいろ話を伺っていければなと思ってます。というところで、じゃあ画面シェアの方をですね、僕の方に一瞬だけもう一回いただいて、ですね、次の方ですね、次のプレゼンターのご紹介をできればと思います。で画面見えてらっしゃるかなと思うんですけど、次、3人目のプレゼンターがですね、高橋大輔君って言ってですね、まあ、実は僕らのそのフィリピンの教育事業での IT とプログラミングを学ぶ、IT と英語を学ぶ、プログラミングと英語を学ぶっていう授業も受けてくれた上で、卒業後にうちのインターンを、本当はフィリピンで、今は日本でっていうふうにしてくれてる、方なので、高橋君の自己紹介をお願いできればと思いますというところで、じゃあ高橋君よろしくお願いします。はい、初めまして、高橋大輔と申します。そう、現在海外インターン、まあ、その日本からリモートという形になるんですけど、サンアスタリスクの方で海外インターンに参加させていただいております。で仕事内容としては、その田島と同じ TA をさせていただいております。で、その他に、その個人事業の立ち上げを今行っておりまして、まあ、そのまだ個人事業主ではないんですけど、留学エージェントの立ち上げを行っております。今現在、そのコロナの影響でちょっと思うようには進んでないのですが、まあ、そのうち始められるのかなとは思っております。で、栃木県出身の今、21歳です。まあ、大学4年生の代ですね、今。で、まあ、経歴というか学歴としては、その、まあ、特に、マーチさんのように海外で生まれ育ったわけでも、その田島のようにサッカーめちゃめちゃ頑張ったわっていう、なんか特別なものはないんですけど、まあ、ごくごく普通の
学生をしておりまして、で工業高校を卒業したんですね。でその後新卒で某メーカーに1年3ヶ月ほど勤めた後、オーストラリアに1年間語学留学で、その後セブ島に3ヶ月間の IT 留学を、参加しました。でそのセブ島留学中にサンアスタリスクにお世話になったっていう形ですね。でオーストラリアに留学した理由っていうのが、その僕もともとその日本に染まりきった価値観を変えたいと思ってて、っていうのは日本ってすごいなんか年功序列だったりとか、その周りに合わせながら生きるとか、大学行かなきゃいけないみたいなのもそうだと思うんですけど、なんかそういうなんか固定概念があるような気がしてて、それに従うのがすごい嫌で、海外に出たら何か変わるんじゃないかなと思って最初オーストラリアに留学しました。で次にそのフィリピンに IT 留学した理由なんですけど、もともと僕プログラミングに興味を持っていて、その勉強したいなとは思ってたんですね。でさらに発展途上国に滞在するっていうか行ったことがなかったので、そこに滞在することでその自分の視野に幅を持たせたかったんですね。っていうのも日本もオーストラリアももうすでに結構、先進国って言われる国だと思うんで、僕らそういう国しか知らない中で、その発展途上国の人は何をしてるんだろうっていうのをちょっと気になって行こうと思いました。で最後にそのコストパフォーマンスが圧倒的にいいんですね。僕もともとオーストラリアかフィリピンの専門学校に行こうと思ってたんですけど、そちらの費用がものすごい高いくて、やっぱそのフィリピンのコスパの良さっていうのも惹かれて、そのフィリピンに IT 留学しに行きました。でこの2回の留学を得て学んだことというか、その大きく3つありまして、で1つがその人としてのあり方っていうんですかね、そのなんか優しさだったりとか、何を大事にして生きるとかことですね。で2つ目がその自分を表現する大切さで、3つ目がの日本食はやっぱ世界一うまいっていうことですね。で最後にそのサンアスタリスクのインターンに参加させていただいた理由についてなんですけど、そのフィリピンに IT 留学中、そのサンアスタリスクでプログラミングを学んでたんですね。でその中でサンの社員の方々といろいろ触れ合って、その自分のなんか思考レベルというか、そういうのがすごい上がったなって、その成長を実感できたんですね。でそのインターンに参加することで、そのより自分を成長させることができるかなと思い参加させていただきました。で最後にこれから挑戦したいことについてちょっと話させていただきます。で僕ちょっと地方創生にすごい興味がありまして、主に 今2つ事業を行いたいなと思っております。で1つ目がその地方の学生向けに留学推進、その今留学エージェントを立ち上げていることで、そのこれはできているとかのかなと思ってるんですけど、その地方から世界に行って、その違いについて学ぶことで、その地方と世界の違いを知った上で、そのまた地元に戻ってきて何かをできる学生というか、その人間が増えてくれたらなと思っての事業です。で2つ目がその観光地の IT インフラを整えるということですね。その観光地、その僕栃木の田舎の方で、観光地もあるっちゃあるんですけど、そこってすごいホームページとか、なんかその拡散力がないんですね。 SNS とかそういうのも疎いですし、だからそういうのを変えて、そのなんかポテンシャルを引き出せるような事業をしたいなと思っております。でこれがその日本らしさを、もっとその地方に眠ってるポテンシャルだったりとかを、日本とかそういう日本らしさを世界に伝えるなんだことになればいいなと思っております。以上になります。すいません。はい、ありがとうございます。なぜ最後にすいませんをつけたのか。いや、なんか日本語あんま上手くないっての自分で分かってるんで、ちゃんと伝わったかな。いや、ありがとうございます。はい、で、そうですね。高橋君今みたいな感じで伝えてくれたんですけど、僕らの留学受けてくれた上で、今日本に帰って、それこそなんか留学する人がもっと増えたらっていうふうに思ってくれてたりとか、もともとすごいなんかファッションがあって、そのご実家が観光業にも関係あるお仕事されてるんやね。そうですね。なんかそのあたりっていうのも、なんかもしかするとこの後のディスカッションで、ちょっとプライベート入っちゃうんで、どこまで深掘っていいのかは若干あるとは思うんですけど、でもなんかやっぱりその世界でも観光業はもう完全に減ってて、それこそなんか昨日か僕が見たニュースだったら、ヨーロッパとかでも雇用が数百万人程度、観光業の人たちが
まあ、回復されていくみたいな話ありましたけど、まあ、そういうふうな感じの、まあ、コロナによって観光業に携わってる人がどう変わったかみたいなところもちょっとトピックとしては面白いかもしれないので、まあ、なんか後ほど、流れ次第ではそういうところも聞いていければなと思ってるのでよろしくお願いします。はい、はい、っていうところでじゃあ画面シェアをの一瞬と ありがとうございます、はい、言っていただいて、じゃあ最後のプレゼンターのご紹介までいければと思います。おっと、はい、来てるかな、画面シェアできてますかね。最後のプレゼンター、はい、野中真理子さんっていう方で、長らくオーストラリアに住んでらっしゃって、なんか中高も海外で過ごされてたって話を僕は聞いてるんですけど、まあ、そんな中で現在、まあ、長らくオーストラリアで生活されてて、で、まあ、社会人大学生としてですね、今海外で学生ビザ持ちながら海外でフリーランスとかとして活動開始されようとしている野中さんになりますというところで、野中さんに、自己紹介お願いできればと思います。じゃあスライド僕の方でシェアできればと思うので、じゃあ野中さんマイクオンしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。聞こえてますか？聞こえてます、大丈夫です。よかった。皆様こんにちは、野中真理子と申します。ですね、さっきご紹介あったんですけど、中高は日本で過ごしましたそうね、ただ、英語科に、いやいや、英語科に通ってました。そうです、そうです。で、一番下に、ハロー、こんにちは、にゃーせよって書いてあるんですけど、ただいま、韓国語も勉強しております。でも、ほんまに2歳児ぐらいしかまだ喋れてません。次、お願いします。最初のページ、これ私のパーソナリティについてまとめてみました。福岡で生まれました。だけど、関西に4、5年住んでて、めっちゃがっつり接客業をやってたので、ネイティブ関西人でも30分ぐらいだったら騙せます。いけます。で、もう写真にあるように、東方神起めっちゃ大好きなんです。K-POP 違います。東方神起がめっちゃ大好きなんです。その影響もあって、辛くて酸っぱい、なんかトムヤンくんとか、そういう食べ物が今めっちゃ好きになりました。で、さっき言った通り、韓国語も現在学んでます。小さい時からもう歌とダンスめっちゃ好きで、NHK の子供の歌とかが流れるたびにご飯を中断しては、もうテーブルの上でダンスする、もうテーブルダンサーでした。はい。で、人生の半分以上をもうずっと犬と暮らしてるぐらい、もう動物大好き人間です。次、お願いします。ちょっと、後で話すんですけど、なんかもうややあって、まあコロナのせいで今絶賛ロックダウンのオーストラリアで無職です。でも、ハッピー無職です。次、お願いします。三部門に分けます。まずは私の過去について。福岡生まれです。で、カナダ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、香港、フィリピン、シンガポール、何これ？韓国、台湾に行ったことがあります。観光、ワーホリ、留学合わせてこの国となってます。で、日本の大学の時は、文学、リンゴスティックって日本語で何て言うんですか？文芸学、何て言う？なんか言語学だ。言語学について学びました。なんか飛びました。ありがとうございます。ごめんなさい。全然大丈夫です。テクソルっていう大人と子供に対して英語を教えられる資格？を、カナダとオーストラリアで取りました。で、さっき言った日本の大学を卒業した後は、旅行会社、ホテル、アパレルで、オーストラリアで今カフェで働いてます。次お願いします。で、私の現在。現在はオーストラリアのメルボルンで学生ビザを利用して、住んでます。でこっちの、大学ではソーシャルメディアマーケティング、まあ、ツイッターとかフェイスブックとか、そういったのを、ツールにマーケティングを今勉強してます。
クォランティーン。クォランティーン、なんか最近日本のニュースでもクォランティーンって報道されてるみたいですね。もうロックダウン、自主規制のことです。現在それを食らってます。で、カフェの仕事が、まあ、クビになったわけじゃないんですけど、まあちょっと規制のせいでお店が開けられないので、今は無職です。なので、その時間を利用して、英語の先生、フリーランスとして活躍するために、今はもう勉強と、準備に励んでます。お願いします。で、私のフューチャーって何ですか？未来についてです。まずは、英語の先生としての自分。で、なんか、英語っていう、言語ができる子供を育てたい、大人を育てたいというよりかは、なんか、国際人としてのセンスがあるコミュニケーションをもとにした、そういう人を、育てたいなと思ってます。で、そのために英語を喋れたら、可能性広がるよね、ぐらいの感じに捉えてます、英語。で、生徒としての自分。私は、この、オーストラリアの大学を卒業したら、韓国に行って、韓国で語学留学をしたいって考えてます。いつになるかわからないんですけど、絶対やります。で、最後に、動物がめっちゃ好きで、叶えた夢の一つに、ストリートアニマル、ちょっと恵まれない動物たちのシェルターを作りたいなと、企んでおります。で、最後が、オタクとしての自分なんですけど、もうほんまに東方神起大好きで、自由な時間とお金を手に入れて、自分が好きな時に好きなコンサートに行く、これが目標です。はい、次お願いします。で、今頑張ってる将来のビジネス、SaaS Day Teacher っていう、チャンネルを今着々と準備してますので、皆さんよかったらお願いします。以上になります。終わりです。はい、ありがとうございました。皆さんちょっとインスタグラムでとりあえず、SaaS Day Teacher をですね、まずちょっと検索いただけたらなって思います。面白いですね。でもなんかその英語のティーソル、あれですね。その英語の先生のあれを持ちながら、英語だけっていう考え方じゃなくて、英語をツールとして国際人をみたいな話とかは、なんか僕らがやってるスクールともすごく通じるようなとこやったりもしますし、なんかちょっと後ほどそういうふうなところとか、あと、行かれてた国の数が半端じゃないので、多分世界中に友達いるんじゃないかなって思うので、そういうところとかも、なんか後ほどのなんか話の中で、あの国ではこんなんあります、聞いててみたいなこともあれば、ぜひ聞いていければなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。みたいなところで、本日ですね、あれ、僕の画面シェアに戻っているのかな？あ、戻ってないのか。画面シェアのままやったんですよね。そうだ。まあ、野中さん4名目っていうふうな形で、今日はですね、この4名ですね、が、まあ、メインのプレゼンターっていうふうな形になって、まあ、今のコロナ社会の中で世界いろんなところで生活していて、まあ、今の状況をどういうふうに考えているか感じているかっていうところを、この後ですね、パネルディスカッションっていうふうなところで、進めていければなというふうに思います。ってなところで、一旦まず、登壇者の自己紹介が終わったんですけど、なんか来てくださってる視聴者の皆さんといいますか、聞いてくださってる皆さん大丈夫ですか？元気ですか？おしっこ行きたいとか大丈夫そうですか？大丈夫ですね。ありがとうございます。反応してくださってありがとうございます。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 じゃあ、ちょっとこのままですね、トイレ休憩挟まずにですね、まずはパネルディスカッションとして、初めに我々の方で準備していたトピックについて、それぞれ、今回登壇してくれる皆さんに話を聞いていくみたいなところに進めていければと思います。というところで、まずですね、まあ、ちょっと今画面になんか写真をシェアさせてもらってるんですけど、これ実は今日僕が家の近くのスーパーマーケットで撮ったフィリピンセブ島の写真になってますと。で、これスーパーマーケットなんですけど、まあ、フィリピンも途上国とはいえソーシャルディスタンシングとか、あとはさっきすごい綺麗な発音でクワランティーン、僕はちょっと超ジャパニーズイングリッシュの人なんで綺麗に喋れないんですけど、まあなんかフィリピンもかなり厳しいロックダウンが3月の28日から起きてて、すでに6週間以上完全ロックダウンで、家から出るのもスーパーマーケットとか、あとは薬局だけみたいな状況になってるんですね。
で、まあ、フィリピンでもですね、こんな感じで、これスーパーマーケット、入り口が今僕のマウスカーソルがあるところから、こうぐるーってめっちゃ並んでて、並んだ向こう側の、こう向こう側が実はこの右側の写真につながってて、さらにぐわーってこう並んでて、この写真がさらにこっちにつながってくるみたいな感じで、軽く200人から300人くらい並んでるみたいな感じで、まあ、スーパーマーケットに対して列がめっちゃできてるっていうのが、まあ、今日の朝のフィリピンのスーパーマーケットの状況やったりとかしますと。で、実は5月31日まで僕らが拠点を置いてるフィリピン、セブ島っていうところもは、31日までは、まあ、規制の方法はちょっと緩むんですけど、まだ31日まではロックダウンで、家から代表者1人しか出てはいけないっていう状況変わらず、スーパーとか薬局しか行けないみたいな状況は変わらずっていう風な状況で、まあ、なんかこんだけの列はさすがに日本ではできてないと思うんですけど、まあ、なんかフィリピンの場合、家族がだいたい1家族10人とか で週末とかに一気に買い出しみたいなのが文化としてあるので、だから余計に並んじゃってるっていう風な生活文化的な影響っていうのはもちろんあるんですけど、まあ、でもこんな風な生活の変化っていうのはもちろんこれフィリピンでもあるという風なところ でもちろんこれオーストラリアとかあと欧米とかはもっとロックダウン厳しかったりとかしましたし、まあ、日本は自主規制だったので、まあ、3月頭にトイレットペーパーなくなったぐらいの話だったかもしれないんですけれども、まあ、こういう生活の変化っていうのは世界中でまあ起きてたっていうのがまあ今回大きなところで、もう皆さんもニュース通じてご存知のところかなとは思ってますと。とはいえですね、まあ、今回、まあ、オーストラリアの方、フィリピンの方、フィリピンから日本に行った方、で、まあ、いろんな地域に友達がいてるみたいな状況もあったりとかする人が登壇者なので、まず僕らが生の声として知ってる、こういう生活の変化ってどんなものがあったかなっていうのを、まあ、登壇者4名それぞれに聞いていくことによって、まあ、なんか生活者の生の声として、各国でどんな生活の変化があったかみたいなところをシェアし合うっていうふうなところからスタートしていければと思ってますと。いうふうなところで、まず一つ目のトピックなんですけど、けれども、まあ、コロナ以前以後っていうところで、まあ、皆さんの生活の圏内、まあ、この今回の登壇者の生活圏内で、身の回りの生活にどんな変化ありましたかっていうのをそれぞれにちょっと聞いていければなと思ってます。で、なぜ1個目の箇条書きに僕は面白かったことって書いてるかわからないんですけど、これ一番そのアペンディクスだったりするんですけど、まあ、なんか大変だったこと、不思議だったこととか、良かったこと、まあ、ネガティブだったこと、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、それぞれ、いろんな地域に住んでる人たちに、この生活の変化、どんなものがあったのかなっていうのを聞いていければと思ってます。っていうところで、じゃあ、まあ、身近なところから、なんか登壇順から回していければと思うので、一旦じゃあ、田島くんマイクオンにしてもらって、まあ、田島くんの方でフィリピン、セブで今も生活してる中で、コロナ以前以後、どんな感じの生活の変化があったかっていうのを、さらっと教えてもらってもいいですか。はい、わかりました。僕今フィリピンにいるので、はい、フィリピンのことをお話しできたらなと思います。で、まあ、一番大きな変化としてはやっぱり外出規制があります。で、フィリピンかなり結構厳しくやっていて、基本的には外に外出は禁止。ただ僕はオフィスから結構近いところに住んでいて、なのでオフィスへの出勤は一応できるんですけど、基本は、厳重にダメということで、まあ日本でもそうだと思うんですけど、まあ、僕の好きな筋トレだったりとか、あとはせっかくセブンに来たので何だろう、週末にこう海に行きたいなとか思う時もあるんですけど、基本的に全くダメで、交通機関もほとんど、全部かな、動いてないので、基本的に徒歩で移動するっていう感じですか、ね、それがちょっと大変なことというか、ちょっと筋トレしたいなとか、あと旅行行きたいなとか思うのぐらいですかね。他は特にないですかね。まあ、一日の生活の施設は起きて、オフィス行って仕事して帰って勉強して寝るみたいな生活を、はい、送ってます。すごい。で、続けて大丈夫です。はい、もうそれしか外出することができないので大体そんな感じです。で、面白かったことって今西出さんからお話があったので、ちょっと今パッと思いついた面白かったことを言いたいかなと思うんですけど、なんかこういう状況だとなんか人と仲良くなりやすいっていうのが何だろう思っていて、何だろう、警察官がこう立ってるんですね、フィリピンも。で、何だろう、この外出許可証を持ってる人しか外出できないんですけど、警察官がその外出許可証を持ってるかどうかをチェックしてるんですね。で、僕はそれを毎日、通過してるわけなんですけど、こう毎日通過してる間になんか今日仕事どうだったみたいな話を警察官からしてきたりとかっていうのがなんかあれみたいな、
この人たちなんか帰省してるのになんかすごい仲良く話してきてくれるなとか言って、なんか面白いなとか、なんか日本だったらあんまりない光景だと思うんです。なんか警察官の方から話しかけて、フレンドリーに話しかけてきて、なんか今日どうだったとか、明日何するのとかだったり、なんかそういった話をしててふと面白かったなと思ったので、そんな感じですね。はい、僕の方からはそんな感じです。可能性、確かになんかフィリピンはバランガイっていうのが、まあ市町村、あ、市町村じゃない、町村みたいな単位であって、でバランガイ超えるところに多分警察官が必ず立ってるんやね、今現状。そうですね。で奴らが急にね踊ってる時があったりもするみたいなのは、ちょっとフィリピンのこの陽気なところだったりとかするので、そのあたりちょっと面白い、フィリピンならではな感じしますよね。なるほどっすね、なるほどっす。なんか田島君移動してる時に軍隊が立ってるのとか見たりはしてないですか？なんかあの市と市の間は軍隊出てるみたいな話も僕は聞いてて。たまにいますね、確かに。たまに軍隊いるんや。はい。なんかそのなんかたまに生活圏に軍隊いるとかはなんかあれやね、それはそれで面白いというか、面白くはねえけど、なんかあ軍隊行ってるみたいな感じで、なかなか生活では経験できなかったりもするんで、それはそれであれやね、レアな感じはありますよね。そうですね、レアな感じ。すみません、なんかそんな話とかもしつつ、じゃあ、そうですね、次にじゃあ、やっぱり海外の話先に聞き、あ、なんかあの順番って言いかけてたんですけど、海外の話から多分シェアできた方がいい気がするんで、野中さんにちょっと急に振っちゃうんですけど、すみません。あの、オーストラリア、はい、メルボルン住んでて、まあ、それこそ結構オーストラリア反応いろいろ早かったなんか国なんだろうなって思ってるんですけど、まあ、3月、4月とかあの見てて、オーストラリアとかではその以前以後ではどんな感じの変化ありましたか？まあ、まさにカフェのお仕事なくなったみたいな話もあると思うんですけど、なんかそのあたり伺えればと思います。そうですね。3月の23日あたりからオーストラリアは規制が厳しく、もう一気に厳しくなりました。段階を踏んでとかじゃなくて、もう一気にレベル3まで上がったんですね。でしかもオーストラリアの政府は本当に行動が早くて、あのこれやりますってアナウンスした2日後からはもうほんまにやるんですよ。準備期間が本当に足りなくて、だから多分私みたいな飲食店に勤めてる、まあ、ワーホリ生だったり学生ビザの人多いと思うんですけど、言われて2日後に職なくなったっていう人が本当に多いと思います。マジか。なんかそれで本当に多いです。それで例えばなんかそれに関してはなんかあの非雇用者、まあ、それこそ仕事してる人に対して保護するような法律とかっていうのはオーストラリアだったらどんな感じなんですか？あんま保護もされないんですか？ですね、一番最初にアナウンスがあったのは、もうオーストラリア政府は国民と永住権を持ってる人しか助けませんっていう発表をしたんですよ。なるほど。はい。でそれを受けて、つまりワーホリ生と学生は助けないからさっさと国に帰りなさいっていう、まあ、裏返したらそういうことだったんですよね。ただ留学生が政府に払ってるお金っていうのが国のオーストラリアの収入として第4位なんですよ。マジ本当に、いや多分おそらくですね、あの中国の留学生がもうバンバンお金を払ってくださってると、私みたいな貧乏生はちょっとしか払ってないんですけどなんですけど、でもその発表を受けて、私たちはこんだけ国の4位まで貢献をしてるのに助けないってどういうことだって暴動が起こったんですよ。そうしましたら政府がやべえめっちゃ怒ってるやんって言って、ちょっと考え変えて、でとりあえず第1弾として、私たちは国民じゃないのに年金を払ってたので、その年金を早期引き出ししていいですよっていうプランをまず発表してくれました。なるほど。そうで、本来は国を完全に出た後じゃないと申請しちゃダメの年金なんですけど、国にいる間にあの引き出していいよっていうプランをまずしてくれました。で私も、一昨日それアプローブされて、今振り込まれるのを待ってる状態です。なるほど。はい、なるほど。そうですよね、なんか分かってくださってる。オーストラリアの方がいるんですか？もしや、オーストラリアの方が。いや、なんか今チャットで書いてある。ああ、そうか、田島君、ああ、そうか、あ、じゃあ関係ない僕もこう、なるほどっすね。ああ、なるほど、なるほど。
いやでもそうなんですね。いやでも面白いですね。面白いというか、そのやっぱ政府の動きの速さみたいな感じで2日で物事パキッて動くっていうのは、それこそなんか日本人が日本政府を見て動いてるというか、日本政府って世論の空気を読みながら徐々にこう空気を醸成していく動き方をするっていう風なところを考えると、なんかやっぱりこうなんすかね、白黒パキッとしてるようなあの欧米感っていうのとか、欧米感っていうかその白人感なのかな、まあ、政治の動き方はだいぶ違う感じがしますね。なんかすごい面白いなって思いました。なるほどっすね、はい、なるほどな。で、まあ、生活もそれで2日パキって決まった後、もう今はすでにあれなんですか、なんかビーチが開放みたいなこととかですでにもう緩み始めてる時期ではあるんですか、抑え込み自体はオーストラリアは結構できた感じの雰囲気だ。そうですね、オーストラリアは国によって政策を決めるっていうよりかは州によって政策がもう大きく違いまして、私が今住んでるビクトリア州っていうのがどの州よりもめっちゃ厳しいって厳しいんですよ。なるほど。はい。なので、やっと今週から、お店の中に、今までは2人しか入っちゃダメだったのが、なんか5人までいいよって変わったり、あと、テイクアウェイ、テイクアウトのみだったら、うん、まあいいよ。店内5人は守ってねっていう感じで、もう徐々に緩み始めました。なるほどですね。じゃあそのあたりはなんかあれですね、割とちょうどフィリピンもちょうどこの下期から5月後半から緩み始めたりとか、日本もまあなんか緊急事態宣言が少し緩み始めてるっていうところで、まあ、ちょっとなんか緩和の時期に入ってきてるっていうのはオーストラリアも同じような感じのところなんですね。そうです、そうです。なんか街お散歩に毎日外に出るんですけど、それの時も道ですれ違う人の数が増えてきましたね。あ、なるほどですね。割とじゃあそのあたりは同じようなタイミングでオーストラリアもその規制は緩和してきてる感じですね。なるほど、うん、だと思います。面白いですね。で、スーパーマーケットとか外出するときになんかこう友達と一緒に行くとかはもちろん禁止されてたんですか、その。あ、そうです。先週までは自分プラスあと1人あまで OK、 なるほど、2人だけと。はい。でも今週から自分プラス何だったかな、 3,4 人行けます、確か。あ、なるほど。じゃあ結構ちゃんと、まあもともと厳しい時でも、まあ2人までは OK だし、で、まあ徐々にそこが緩やかになってきてるっていう状況なんですね。そうです、そうです。なるほどです。ありがとうございます。じゃあちょっとまあフィリピン、オーストラリアはなんかすごい同じような、なんかまあカランティーンといいますか、クアランティーン、規制の部分が結構同じようなタイミングでカチッと厳しくなって、で、政府も、フィリピンも結構政府はパッて言ったら、バンってこう、行く感じなので、なんかそこのその、まあ、途上国だからっていうのはあると思うんですけど、こっちの場合は、まあ、でも同じような動きで厳しくなって、で徐々に緩まってきてるっていうところはすごい近しい感じかなと思って、まあ興味深いなって思って聞いてたんですけど、じゃあ今度逆にフィリピンから日本に帰った、もしくはまあ日本でロックダウンされてしまった残りのお二人の、にちょっと話を振りたいんですけど、じゃあマーチちゃんの方に話を先に振ろうかなと思うんですけど。あ、はい。マーチちゃん、まあ、広島やんね、広島にいてると思うんですけど、はい、広島はそこまで感染が厳しくもなかったのかもしれないのかな。そうですね、一時大丈夫だったんですけど、ちょっと一回何ですか、クラスターが起きて、それで一気に感染数が増えたので、日本の中でもちょっと上の方に行った時もあって、今はちょっと落ち着いてはいます。なるほど。そうですね。じゃあちょっと広島の生活とか日本で生活してる状況の中でこう大きな変化どんなところ感じたかっていうところちょっとじゃあ、そうですね、教えてもらえたらなと思います。はい、なんか今ちょっと穂高さんだったりマリコさんたちが言ってたように何ですか、警察の方が話しかけてくるだったりっていうことは日本ではやっぱりないんですけど、やっぱそこは海外の違いだなっていうふうにすごい感じていて、日本だとやっぱりこう人と話す、出会っても話すのはタブーみたいな感じがあるので面白いなと思いました。でも片や何ですかね、まあ、私は基本的に本当に家にいて散歩だけちょっとどうしても体が不健康になるので歩いてるんですけど、散歩自体はやっぱり全然してる人がいなくて、私とお母さんぐらいしかいなくて、ちょっとなんかこれも良くないのかなぐらい、何ですかね、家の目の前に大きな公園があるんですけど、そこ刺されていたり、
なんですかね、結構子どもたちも全く見ないぐらい静かな状況ではあります。で、なんですけど、なんか面白い話っていう感じじゃないんですけど、なんか家の前が警察学校があるんですね。でマンションで上から警察学校が見えるんですけど、本当に自粛がもうマックスで、日本でも自粛が始まってすごいシーンとしてる土日に警察学校でなんか1212みたいな感じで、マスクない警察学校の生徒たちが走るみたいな、なんかちょっとシュールで、なんか自粛にならないものなのかと思いながら、こう不思議な気分にはなりました。あ、なるほどね、面白い。なるほどですね。はい、まあ、なんかみんな静かに意外と普通にその1212してるみたいなところはあったりとかした。あれ、そうですね、1212ところがあったって言ったんやけど、ごめん。あ、1212っていう風に走り続けてたんで、いつもと変わらず。なるほど、そういうところもあるっていうことなんやね、はい、そうですね、まあ基本的にはなんですけど、はい。なるほどですね。でもまあ広島自体は結構ちゃんと落ち着いて、まあなんか対応してるような雰囲気だったって感じなんですね。そうですね、対応としては落ちてるかなっていうのはありました、うん、なるほどですね、はい。まあ、日本やっぱ一般的にそうなのかなっていうところで、じゃあ高橋君栃木やんね。はい、栃木です。栃木はね、栃木はどうですか、まあ、観光客っていう観点もありそうやし、なんかその日常生活って観点もありそうやけど、そうですね、あの観光地でいうと有名なところで日光があるんですけど、はい、図書区があるところですね。あそこちょっとドライブで2週間前ぐらいかな、ちょっと行ったんですけど、あのゴーストタウンかってぐらい人いなくて、ちょっとびっくりしましたね。はい、なるほどっすね。はい、でその栃木の県庁がある宇都宮も、国が緊急事態宣言出した後とか、あそこら辺はすごいあの人減ってましたね。あのイメージとか感覚ですけど、ただはい、ここ1週間かな、栃木新しい、感染者数ってそんな出てなくて、そのみんな結構油断してきてて、先週の日曜日ちょっと宇都宮にちょろっと行ったんですけど、昼間から飲み歩いてる人めちゃめちゃいました。ちょっとびっくりしたんですけど、はい、なるほどですね。まあでもあれ、はい、緊急事態宣言から外れたし、なんかあの最近 YouTube で朝日テレビかなんかの、テレビ朝日の、あのニュースとかちょいちょい見るんやけど、なんか宇都宮餃子とかの餃子店はなんか営業再開したみたいな話は見てたりとかしてて、そうですね、普通にやってましたね、はい、やってるんや、やり始めて、はい、やっぱ人の移動とかっていうのは徐々に今もう広がってきてるみたいな状況です、ね、そうですね、ちょっとその緊急事態宣言なされる前に戻ってきちゃったのかなみたいな。なるほど、観光客みたいな人はやっぱまだ全然戻ってくるイメージはない。ないですね。あとその日光市自体も政策を打ってて、その駐車場を使えなくしたりとか、そういう、うん、なんだろう、対策を打って観光客をその自ら遮断しに行ってるというか、あ、来ないでねみたいな感じ、はい、にしてるんですよ。 なんで、はい、それもあって本当にいないですね。なるほどですね、うん、やっぱ日本国内からの人であっても観光地自体がちゃんとあれですもんね、止めに入ってるっていうのが、奥多摩とかも確か人来んなみたいな感じにしてたりとか、うん、なんかゴールデンウィークとかでもあれやね、熱海とかも確か人来んなみたいな感じにしてたりとかしてた気がするので、うん、まあ、そんな感じで、まあ、施策を打ってるって感じなんですね。そうですね。なるほどですね。これ観光っていう観点で見ると、またこれ話戻ってきて、はい、あのオーストラリアの話にすみません、まず飛んじゃうんですけど、メルボルンとか、まあ、それこそビクトリア州って言えば世界で最も住みやすいなんかシティ、トップ10どころかトップ5、トップ1、2、3、1ですよね。1ですよね。なんかそういうような感じでずっといるようなところなので、めっちゃ人来るエリアやと思うんですけど、なんかそのやっぱり観光客はメルボルンとかももちろんですけど、もう人来んな、まあさっき日本人とか外国人帰れみたいな雰囲気だった、裏返せばそうだみたいな話だったと思うんですけど、新規の観光客とかっていう状況は今オーストラリアとかどうなってるんですか？全然ですか？ですね、私の友達がオーストラリアの現地ガイド、日本人ガイドとして働いてる友達がいるんですけど、その子はもう3月の頭から仕事がないです。もう頭からない。もうないです。まあ、全然もう戻ってくる予感とか、海外からの飛行機で観光客受け入れとかも、そもそもビザ発給、もう観光ビザとかすら現状発給されずで、入国自体をストップしてる状況ですよね、多分オーストラリアも。そうです。ですね、いつからだったかな、4月に入ってからが、もう、オーストラリアから日本への飛行機がシドニーの1都市しか飛んでなくて。ああ、まあ、なるほど。
かもそれが毎日飛んでたのがもう週3ですね。で、もうワーホリの友達が、お金がやばい、もうこの国にいられない、帰らなきゃってなった時に、急遽飛行機を取った友達も多かったんですけど、もう不安定すぎて運航してるのが。なので、取ったにもかかわらず、取った6時間後に自動的キャンセルなったりとか、一番ひどかったのが、3月のほんまに終わりの1週間が、飛行機代が、いくらでしたっけ、38万円まで跳ね上がったんですよ。片道ですか？そうなんです、片道。なるほど。それは普段はいくらくらい？普段はいくらくらい？普段は一番高くて10万円ぐらい。安くてほんま3、4万で行きます。なるほど、片道。それが30万超えてくる。それは、あくまでシドニー、羽田の話で、私みたいに福岡まで帰るってなったら、52万まで上がったんですよ。いや、もう無理やからって。なるほど。で、しかも、福岡じゃ、日本に着いたら14日間の自己隔離。で、その飛行機は羽田にしか着かないので、羽田近辺に実家がない人、お迎えに来れない人は、もう14日間のホテル代までかかるってなったら、片道帰るだけでほんま6、70万するっていう状況が続いた3月は、ほんまに地獄でした。なるほど。やばいっすね。やばいっすね。今はだいぶ、飛行機は、まだ週3の、まあ、7月1日までしか飛ばないよって、あ、違うわ、6月の真ん中までしか飛ばないよ、その後はもう未確定だよっていうことなので、帰るなら6月中旬までにさっさと帰りなさいっていう感じですね。なるほどですね。金額落ち着いてはきたんですか、その方に。そうですね、大体5、6万。ああ、だいぶ落ち着きましたね。はい。38万じゃないですか。なるほど。いや、もうやばかったです。うん、で、今話したのは、オーストラリアから日本に飛ぶ飛行機の話で、オーストラリアに入国ってなった時は、もう自国民か、永住権を取った人のみしかもう入れないですね。なるほど。はい。なるほどですね。やっぱそんな感じなんですね。やっぱフィリピンも、ここ多分田島君にも触れるとこだとは思うんですけど、フィリピンも完全にあれやもんね。新しい人の入ってくるのはストップしてる状態でっていう感じやんね。で、もちろん留学生なんて、フィリピン留学なんてものは、まあ、僕の知り合いの会社の経営者は何人か会社畳んでたりとかしてますし、まあ実際もう、ね、笑いながら喋ったらあかんけど、まあもちろん留学の学校やってる会社さん畳んでるところ何個かあったりもしてて、で、まあ、その永住権、まあ自国のフィリピン人か、あとは永住権保持者かしか入国できないっていうのはまさに多分一緒だと思うので、やっぱそのあたりカチッとしてる感じにはなってきてますね。俺逆に日本ってどうなってるのか全然知らんな。日本ってまだ外国人入れるんですか？誰か知ってる人いますか？そのオーディエンスの方でも知ってる人。それ気になります。確かに教えていただきたいもの。僕らは帰ったら、その先ほどそのあれですね、野中さんがおっしゃったみたいに自己隔離ちゃんといるっていうところは、うん、なんか日本人やったら帰れるっていうところではあるんですけど、なんか知ってる人いたら、日本って外国人いまだに自己隔離やったら入れてるかとか教えてくれたら嬉しいなって思いました。で、あれですね、チャットのところ見させてもらえると、あれですね、なんか聞いてくださってる皆さんでも、公園閉鎖されてるところもあるんですね。え、マーチさん、広島は公園は全然あれなんやっけ、使えるんやんね、さっきの話やったら。あ、逆です。使えなくて閉鎖されてる。栃木は閉鎖さ声はないみたいです。ないですね。うん、まあそっちゴリゴリ子供たち遊んでます。はい。ゴリゴリ子供たち遊んでる。なるほどな。びっくりですね。で、千葉、聞いてる姉柳さんっていう方のところは千葉だけども、公園入れるけど遊具使えないんだ。なるほどです。ありがとうございます。あ、そうか、公園閉鎖とかされてるんですね。え、フィリピンには公園って概念あるっけ、そういうの。いや、だからそこもそこも分かんないですよ。俺らになんかパークという概念があるのかな、そのフィリピン。なんかあんまりないっすね。ない感じするよね。なんか広場みたいなのが頭にあるみたいな感じ。やばい、ちょっとなんか今改めて気づいたけど、フィリピンには公園みたいなのがあんまないな。ただ空いてる空き地があるみたいなところがあるけども。そっか、え、オーストラリアは公園はやっぱ一時期閉まってました、使えないみたいな。あ、もうなんで事件現場みたいなテープがバツーって貼られて、
一緒なんだ。でも、もう取れてますよ、今。あ、今も取れてるんですね。はい、多分今週から取れました。あ、そうか、さっきのおっしゃってたやつで、2、3日前からみたいなことですね。今週の。なるほどですね。まあちょっとじゃあ、そんな形でですね、いろいろまあ変化があり、まあ国を越えた移動はまあすごい各国それぞれが結構厳しい状況になったりとか、まあフィリピン、オーストラリアあたりはもう行政がパンって決めたら2日後くらいからもうそれが施行されてっていうのはもうフィリピンは実は一緒で、まあ、カチッとこう人の出入りっていうのが、まあ、行政のパワーによってまあコントロールされてたりとか、まあ、日本に関してはまあなんか結構自主的にとか公園隔離とかいろいろあったかもしれないけれども、自主的にまあそのまあなんかあれですよね、そのお店とか閉じてたとしてもまあでもなんか人々があんまり出なくなったみたいな感じで、まあ生活の変化いろいろあったかなっていう風な状況っていうのがまあ皆さんシェアできたところかなと思うんですけど、じゃあちょっと次のところに進んでいければなと思うんですが、まあ、そんな中でこれちょっとなんか抽象度高い質問になっちゃうんですけど、まあ、コロナによってまあいろんな生活の変化あったとは思うんですけど、例えば仕事の仕方がオンラインになった田島くんとか高橋くんまさにそうだと思いますし、でマーチちゃんもそうかみたいなところとかで、野中さんに関しては仕事が、まあ、一旦カフェの経営の都合上一旦仕事がなくなったみたいなところもあったかとは思うんですけど、まあ、そのいろいろ生活の変化ある中で、まあ、こう考え方、まあ、今後の生活とか将来の仕事とかを考えるにあたったり、なんか考え方変わったところっておそらくあるんだろうなと思ってまして、まあ、この考え方の変化みたいなものを皆さんにちょっとヒアリング聞いていければなと思います。ってところで、じゃあ田島くん、今回こう海外で今の生活をしてる中でコロナの影響を鑑みてですね、なんかこう価値観、考え方変わったこと、どんなことあったりとかしますか？はい、僕の方から大きくポジティブなとことネガティブなとこ2つに分けて紹介したいなと思います。で、ポジティブな面で言うと2つあって、1つ目が圧倒的に時間効率っていうのを意識するようになったっていうのが1つあります。でこれは多分皆さんも多分オンラインで多分リモートとかで今仕事してたりとか、まあ、学校行かれてる方だったらオンラインで授業を受けてる方もいると思うんですけど、まあオンラインで仕事するってなった時に、何だろう、アウトプットが全てだなっていうのを感じていて、このアウトプットに到達するまでの過程っていうのが何だろう、分からない、評価されないかなっていうのを思っていて、アウトプットが全てっていう風になってるのかなと、肌感覚で感じています。のため、そのために、なんだろう、この作業効率、時間効率っていうのを、前よりも、意識するようには、なってきています。はい、で、なんだろう、こう無駄なことは、基本的にしないということで、こう無駄をどんどん切っていこうっていう風に、自分のマインドがなってる気がします。で、もう一つポジティブな面で言うと、なんだろう、これはちょっと予測ベースなんですけど、なんか SNS とかのフォロワーっていうのがなんかやっぱり大事になってくるんじゃないかなと思っていて、でこれなんでかっていうと、例えば、仕事で営業されてたりする方もいると思うんですけど、なんだろう、オンラインで営業するってなるとやっぱりその人のことを、完全に分かるっていうのは多分なかなか難しい気がするんですね。例えば面接今受けてる方だったらウェブ面接だけでなんだろう全部、その人を把握するっていうのは多分難しいっていうふうに僕の方では思っていて、でその時にやっぱりツイッターとか、ノートとか、インスタグラムでやっぱり価値ある、コンテンツをしっかり提供している人っていうのはやはり信頼に値するっていうふうな評価を受けるのかなと思ってます。で僕こんなツイートしてますみたいな感じでこうパッて、ツイッターとかノートとかを見せた時に、あ、この人ちゃんとしてるんや、この人だったら仕事任せて OK かなっていうのを、そんな未来が、来るんじゃないかなって僕の方で思ってます。のためちょっと僕もなんだろう、ノートとかツイッターとか最近、やり始めてます。はい、なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ネガティブな方、はい、そうですね、ネガティブなこと、これちょっとネガティブっていうネガティブじゃないんですけど、今さっき作業効率を重視してるっていうふうに言ったと思うんですけど、作業効率をこう重視しすぎてて、うん、仕事中ちょっときついなとか思ったりすることがたまにあるんですね。こう無駄を全部排除してた結果、無駄が全くないので、なんだろう、ずっと集中してる。今までだったらちょっとした移動、例えば電車移動とか日本であると思うんですけど、その時になんかボケーっとしてたりちょっと休んでたと思うんですね。ただそれがもう完全になくなった世界だと思っていて、極論オンライン会議をずっと詰めることも
できるので、こう休む時間を自分から意図的に作らないとかなり、体がきつくなるなっていうふうには思ってます。で、僕も実感したので、ちょっと皆さんもぜひ自分で、意図的に休む時間を作った方がいいかなっていうふうに思います。ちょっとすみません、真面目な話でした。以上です。全然いいです。なるほどね。このネガティブなポイントはめっちゃわかるよね。なんか落合陽一とかもこの前どっかで喋ってた気がするけど、朝から晩までオンラインで移動時間なくなったからミーティング入れすぎてたら、うん、あ、移動時間って休憩時間だったんだって思ってすげえ疲れるようになりましたって、多分あのニュースピックスかなんかの、あれで喋ってたような気がするんですけど、それすげえわかる気がします。そうですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。面白いですね。はい、ちょっとまあ順番が今度は普通の順番に回してっていう形になるんですけど、でマーチちゃん、藤本さんの方にちょっとなんかこの生活の変化の中でどんなことを感じるようになったかっていうのを聞いてもいいですか。そうですね、私はそのまあフィリピンにいた時、セブ島にいた時も、あのもともとなんですか、フリーランスとしてやってたので、で週3で、うん、あのこのオーサムアルスアカデミアで働かせてもらって出勤するっていう形だったんですけど、それ以外はオンラインでのお仕事だったので、そこに関しては基本変わってはいないので、まあ、良かったポイントというかことだなっていうふうに改めて今回気づかされたというかっていうのはありました。なんかそうですね、オンラインベースでやることで今後こうやったコロナウイルス以外の感染症はやっぱり、まあ、ここ50年の間でもたくさん感染症があったりしてるので、なんかそれを考えた時にはオンラインベースのお仕事でやっていたことよかったことで、でもだからこそ逆に一つのベース、例えば留学業界だけを例えば私がやってたとしても、留学業界がこれでちょっと何ですか、経営的に難しくなった時にあの大変になるので、もう一軸、二軸を持って、こう、なんですか、仕事をやっていくことの大切さだったり、まあ、社会人であれば、もう一つ、まあ、副業でやっておくっていうことで、あの、経済的にも、自分の、そうですね、お金事情的にも、安心して働いていけるので、そこはすごい考えさせられました。なるほど。ね、はい。めっちゃわかる。めっちゃわかるって言ってた。なるほどですね。うん、でも、はい、今の気づきっていう意味では、まあ、そういうポジティブな気づきがあったみたいな受け止め方でもいいかな。そうですね、逆にあまり変わっていない部分が今のところ大きいので、うん、なるほど。そこはそうですね、ポジティブな方ですね。あとは、うん、そうですね、ネガティブは関係ないんですけど、なんかやっぱり英語の情報が今回のコロナで多かって、何ですか、世界的なパンデミックだって、まあ、英語の情報の大切さというか英語力の大切さっていうことにもすごい気づかされたなっていうの、まあ、ポジティブもネガティブでもないんですけど、うんうん、まあ、思ったことでしたね、うん、はい、なるほどっすね、うん、あ、大丈夫、まだ残り、あ、そうですね、はい、やっぱりその何ですか、日本にいると、まあ、日本語しかわからないと日本語だけの情報で入ってきたことは、コロナってこんな感じなんだ、帰宅しようっていうふうに思うだけでなく、いろんな方、まあ、その今回発信源がやっぱり日本じゃないっていうところで、そのいろんな情報語で出されてるのを英語を知っていればサイトで調べれば、日本語に訳されてないものもいろいろ知れるっていう意味で、あ、やっぱりこう英語力の重要性に気づかされたというか、確実にこれからも必要になっていくものだなっていうふうには感じました。なるほど、ね、なので勉強しようと思いました。なるほどっす、なるほど、はい、面白い。でもなんか特に前者の方がすごく共感するところで、うん、まさにこれフリーランスってで仕事してるのって自分で自分の生活を経営してるっていう状況なので、なんかもう企業の経営でもなんか死んでいった会社と死んでいってない会社とかみたいなところでもあると思うんですけど、まあ、仕事におけるその一点集中によって突破力を得るっていう風なところと同時に、一点集中すること自体がリスクになってしまう、つまりまあ単一のリスクポイントになっちゃって、そこ自体がこういう何かによって死んでしまうと、リスク分散できてないと死んでしまうみたいなところっていうところは、まさにまあ企業の経営もそうだし、もしかすると生命体としてその生命現象もそうかもしれないし、でフリーランスとして生きるっていうところもそうですけど、そのリスク分散の重要性っていうのが改めてこういう負荷効力によるリスクによって
ここまでの影響があるんだっていうのはすごい大きな気づきというか、そうですよね。なんかそういうところだなっていうのはすごく感じました。うん、なるほどですね。ちょっとじゃあ次で高橋くんの方ではなんかどういう気づきとかあったりしましたか。はい、あ、これ先ほども出たことなんですけど、その作業効率の部分がすごい実感できますね。あと無駄を省けるという、まあ、例えば出勤もそうだと思うんですけど、出勤時間とかそういったものだと思うんですけど、そういった無駄を省けるのがすごい大きいなと思ってますね。でそれが何だろう、多分日本の企業全体に多分浸透していけば、その多分日本の企業ってすごい無駄とか、そのなんか意味のない作業みたいなことがあると思うんですけど、そういうものがなくなれば、なんか企業全体としてなんか次のステージに進めるというか、その日本の効率がなんていうんですか、その生産性が上がるというか、そういったことにつながるのではないかなとちょっと感じてます。でネガティブな部分に関しては、その、まあ、現在その TA としてインターンさせていただいているのもあって、そのちょっと遠いのかなっていう、そのオフラインで築ける信頼とか、そういったものがオンラインだとやっぱなんだろう、そういうのが構築されていく、気づくスピードがちょっと遅いというか、あ、その辺でちょっと難しさを感じていますね。なるほどですね。まあ、仕事の難しさはやっぱりそのコミュニケーションの難しさ、信頼関係作るところの難しさみたいなところはやっぱあるところやね、オンライン。はい、なるほどです、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、ちょっとあの僕がお話を結構長く引っ張りすぎているので、全体として長くなりがちなんですけど、あれですね、すみません、野中さんの方ではなんかこの今回のコロナ通して感じているポイント、心理的な変化みたいなことで、どんなものがありますか。そうですね、一番大きく思ったのは、のさっき SNS のフォロワーが必要だなっておっしゃられたと思うんですけど、私もそれを感じてて、でもなんていうのはちょっと違うなと思うのは、その SNS でも1対1でつながるものと1対、何大人数でつながるものが、あ、まあ、2つタイプがあるとしたら、1対大人数でつながれる例えば Facebook とかそっちの方がなんか人気需要が高まってくるのかなと思いました。っていうのも、そのオーストラリアとかで、あのクレイジーバイイングでトイレットペッパーとか小麦粉ベーキングパウダーとかがなくなった時に、こっちで行われたのが Facebook 等で、うち余ってんで、いる人いる、足りない人いるっていう、そういうコミュニティが発生してたんですよね。でそのコミュニティさえあれば、たとえスーパーマーケットにトイレットペーパーがなくても、なんか焦らない、大丈夫や、私には仲間がいるからそこから分けてもらえるっていう、その安心感でこのなんか状況を乗り切れた人って多いんじゃないかなって思いました。なるほどですね。あ、でもちょっとこう面白いところなので深掘りたい感じですけど、なんかソーシャルメディアが何がいいのかっていう超絶明確なトピックになりそうなのであれなんですけど確かに。でも1対他と1対1で、なんか今の話っていうのが僕の中では、あ、まあでもどうしよう、これちょっとあの後でその懇親会のタイミングで言いましょう。いや、すごい面白いトピックやなって今ちょっと思って、なんかこの1対他と、多分コミュニティって話が出ると1対他の中間みたいな、中間コミュニティみたいな話が多分実は発生する気がしたので、この中間コミュニティみたいな軸も含めた1対他、1対こう中間コミュニティのサイズ、1対1みたいな感じに切り分けたときに、野中さんがどう感じるのかみたいなことを、ちょっと後で懇親会でビール飾ってなタイミングでしょ。了解です。ありがとうございます。まあ、でもそうですね、ありがとうございます。まあ、じゃあいろいろ、まあそのやっぱりオンラインになって自分で時間コントロールできるようになったから、時間効率を意識するようになったみたいなこととか、あとその SNS の話とか、あと高橋くんから出たリモートで、まあその教えるみたいなお仕事とかサポートするってお仕事してる時の距離感が難しいっていうところが、このオンラインになって時間効率は個人として上がったけれども、一対他者、自分対他者の観点で言った時に、 SNS とか、まあこの教える空間とかっていうところでの距離感の取り方っていうところに対して、その SNS 的なそのマスに対する距離感、クローズドな空間における信頼関係の情勢みたいな、おそらくそのコミュニケーションのレイヤーっていうところに対しての話が、おそらく SNS の議論とかリモートでの距離感、信頼関係みたいな話として、そのネガティブポジティブどちらにも出てくるんだろうなみたいな話とかっていうのが出てきた気がしていて、結構なんかすごい面白いというか、リモートベースの世界になったがゆえにこそ、なんかこう個としての時間効率っていう 個の話と、でも対他者の話においてはいろんな軸の話、距離感とか SNS みたいないろんな話が出てきたんだなっていうのが、ちょっと今僕は
皆さんの話を聞いている中で総括してちょっと思ったりとかしてました。非常にこう面白いなってやっぱ思っていて、でこのあたりっていうのがあの個人と他者との他者との関係性のあり方っていうのが多分やっぱり再定義されていくっていうところが今回のコロナ禍によってリモートベースのものが増えたことによって、まあ、大きなトピックになってくるんだろうなっていうのをちょっと今個人的にはその考えながら伺ってました。じゃあそんな中でですねっていうところなんですけど、次ですね、そんな中でこれちょっと話が、今みたいな今のそのリモートか個人かみたいな話に一旦行った気がしたんですけど、とはいえちょっと話を少し現実の世界に引き戻した感じで、そんな中でこの海外で働くとか世界で働くみたいな生活経験自体、多分日本の中で仕事してても、まあ、さっきみたいなあの人との距離感の話とかってやっぱ出てきたりとか、リモートでの生活の距離感って話が出てくると思うんですけど、でもこのコロナっていうのは多分国境を越えた移動に対しても大きな影響を与えて いる中で、この世界で働いた経験、世界でこう仕事をしてた経験がある皆様から見て、なんかより特殊に見える部分ってあるんじゃないかって僕は個人的には思っていて、このコロナをでのそういう変化を受けてる中で、今現状世界で働いた経験をお持ちであることとかを、世界で働いてる、世界で生活してるっていう経験自体をどういうふうに捉えてますか。これはすみません、質問が今下手くそになってるんですけど、なんかあの国境を越えて働くということ自体がより必要になっていく未来になるのか、国境を越えて働くということ自体が人の移動が制約される未来になるからよりいらなくなっていくのかみたいな二軸で、がある種補助線として引かせてもらって、なんかこう世界で働くという経験を今この時代にしていたことが皆さんにとってどんないい意味を持つそうか、もしくはどんなネガティブな意味を持つそうかみたいなところの話としてちょっと質問をしたいと思っていて、でごめんなさい、これ質問大丈夫かな、田島君にこれ初めに振るんやけど、なんかイメージ湧くんですか。大丈夫です。大丈夫。田島君に今じゃあちょっとこのコロナによってこういう状況を経験した上で、自分がもうこういうグローバルで働いてることの経験がどう生きるか、どう死ぬかみたいなところの話を聞ければなと思います。はい。結論、とてもいい経験だっていうふうに思っています。っていうのが結論ですね。で、これなんでいい経験って思ってるかっていうと、アフターコロナ、コロナが終わった世界だと、世界で学ぶとか働くっていう価値が、高まるっていうふうに僕は思ってます。で、西江さんが今補助線としてこう、アフターコロナの世界で、なんだろう、世界で働く、国境を越えて働くとか学ぶっていう価値が減るのか、高まるのか、っていう話なんですけど、僕は完全に高まると思います。で、もう完全にリモートワークが、中心に今なっていると思うんですけど、まあ、リモートワークでまあ場所の拘束がなくなっているので、基本的に何だろう、僕たちがする仕事が日本の仕事である必要がなくなっているっていうのがあって、でそうすると自然と世界で働くっていうのが、まあ、価値が高まるというか普通に、スタンダードになってくると思います。でそう、世界で働くっていうことがスタンダードになった世界だと、世界で学ぶっていう価値は今よりもさらに高まるっていうふうに僕の方で考えています。なので今僕は世界、まあ、フィリピンで働かせてもらっているんですけど、そういう、なんだろう、価値ある経験を今、自分させてもらっているかなっていうふうに思っているので、とてもいい経験かなと思ってます。でこの今先が見えない状況で、なんかどういう仮説を立てて実行して、でそのフィードバックを得て、こう、なんだろう、 PDCA じゃないですけど、こうぐるぐる回していくっていうこの経験っていうのがすごい僕の中では生きてるなっていうふうに思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあそのまま、マーチちゃんに話を振っていければと思うんですけど、マーチちゃん的にはどう思いますか。コロナ以後の世界で、世界で働く経験が生きていくのか生きていかないのかみたいな。そうですね、正直若干ちょっとここについてはなんか、なんですかね、今の状況下でこう海外で働くいることっていう面でちょっと考えてたんで、あんまり自分の中でこう置き換えれてなかったというか、その何ですかね、海外で生活していた経験が今後に役立つかっていうのを、自分の質問じゃないかなって若干思うんですけど、まあ、今までの自分のその海外経験だったりが今後について役立っていくかっていうところも含めてですよね。うん、はい、そうです。そうですね、はい。
いえ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 、あの、まあでも、今後の、まあ、アフターコロナを考えたときに、やっぱさんがさっきおっしゃってたように、まあ、世界は近くなってくると思っていて、その、まあ、こうやって問題を抱えた中で、あの、まあ、世界別になったりしていたこともあるんですけど、そうなったときに、世界がこう助け合う状況ができたときに、日本がその中に入っていけるのかなっていうのが、ちょっとまあ、一つの疑問ではあります。日本がやっぱりこう今回のコロナの対応でもしかりなんですけど、そういうふうにこう日本が対応を順応していけるのかなっていうところがちょっとまだこう自分の中では想定できないので、ちょっと入っていけない部分が初めにあるんじゃないかなとは思っていて、そうなった時に日本の国っていうところではこうあんまり海外を重視したこう国の形態にはあまりすぐにはならないのかなって思っているんですけど、でも今後必ずこう世界グローバルな環境でその働けることに対して の, そのメリット、こうそのどこでもオンラインでできる仕事、今のようにできる仕事っていう価値は上がってくるので、あの何ですかそうだとは、思って、そうですね、日本、すいません、ちょっとまとまってないです。いや、大丈夫ですか。大丈夫です。めっちゃ面白い。なんで、ちょっと、その日本の、日本がすぐにそこに追いつ、私の中でですけど、日本がすぐに追いついて、その海外志向だったり、海外で会うことは必要っていうふうに思えるかどうかは、ちょっと、うん、こう、日本の国自体を考えたときに、ちょっと、うん、どうだなっていうのはあるんですけど、絶対必要になってくるので、うん、私は、うん、必要だと思います。すいません、ね。いや今の面白いです。あの多分議論として多分はい二軸多分出してくれていて、その世界共通の課題に対してなんかこう何か一緒にするみたいな機運が生まれていったとしても、でも今の日本がこのままの状況だったら、そこに対して日本は蚊帳の外になっちゃうんじゃないかなっていうふうにマクロな観点では思いますっていうところが1個出してくれたところの議論に僕の方では聞こえていて、で他方でオンラインでどこでもできるっていうふうな仕事をやってる人からすれば、オンラインで仕事をするのが当たり前っていうのが世界中に広がっていくわけだから、なんかそういう人たちからすると、まあ、なんか日本人で英語ができる人がオンラインでウェブデザインができればお客さんにブラジル人取れるかもしれへんみたいな取りやすい状況が生まれるから、そういうオンラインの仕事において、この仕事においてはオンラインでできる仕事において、この仕事においてはメリットありそうですよねっていうふうな話が多分もう一軸で出ていたように僕には聞こえていて、もうその二軸が今多分出してくれた議論なのかなというふうに思いながら受け止めてました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まとめてくださって。いえいえ、ありがとうございます。ありがたいです。じゃあ、高橋君にじゃあ話し次、はい、感じないけど、高橋君的にはどうですか？はい、僕はこの経験をすごいいい経験だと捉えております。っていうのも、その今、まあ、僕、海外に行って、その現地で働いているのではなく、まあ、そのオンラインでリモートでインターン参加させていただいているわけなんですけど、その時差とかあと距離とかめちゃめちゃ遠いし、時差もある中でこのオンラインで働けてるっていうことは、これからその世界がどんどん、僕はあの結構なんだフラットな状態になっていくと思うんで、そのそういった意味でどこでも働けるよう なんだろう、自信をつけられたというか、そういう意味では本当にいい経験だと思っております。なるほど、はい、うん、はい、OK です、ありがとうございます。これね、まさに今あれやもんね、日本国内にいながら外国の人とオンラインでなぜか英語で仕事してるっていう、まさにこのコロナであるがゆえにこそ生まれたなんかあの、オンラインで仕事をする、でも異国の人間と違う言語で母国語じゃない言語でみたいな、まさになんかこうコロナ以後の世界においてもしかすると増えてくるかもしれない仕事形態を高橋君に関してはなんか前撮りでやってる感じは若干あるよねっていうところは少し感じるので、なんかそう今言ってくれたらまさにっていう風なところに気がしました。ありがとうございます。じゃあちょっと野中さんに話を振って、野中さん的にはこのなんか今の環境を海外 で受けてる中でその経験自体がどう生きるかとかなんかありますか？そうですね、あんまり私もまーちゃんと一緒で考えてはなかったんですけど、あの今に集中しててアフターコロナのことはまだちょっと考えてなかったんですけど、今現状として海外にいるんですけど、海外で勉強しながら働いてたんですけど、今オンライン授業になって、でここも対面の仕事だったから仕事がなくなってってなったら、もうちょっと早い段階からお仕事をオンラインで始めてたらよかったなっていう後悔にまず気づけた。
もうちょっと早くやってたら今頃職に苦労してなかったのにっていうところにまず気づけたことと、あとは、なんだろう、なんかアフターコロナっていうよりかは、もうそれよりもずっと以前から、世界で学ぶ、働くっていう価値はもうすでに高まってきてたと思うんですよね。うん、でもそれに、改めて今回こういうことがあったから、ほんまにやらなあかんっていう実感を湧いた方が増えたんじゃないかなと思います。で、それに関して、すでに行ってた方はもうライバルがめっちゃ新規参入してくるってことなので、うん、もうなんか競争し合ってクオリティとかがどんどん高まっていくんじゃないかな、なんかほんまにできる人が残る世界になるんかなってふわっと思ってます。なるほどですね、めっちゃなるほどって思いました、うん、むしろ国を超えて働くの価値は別にグローバルかグローバルかって長年言われてて、そもそも高まってたけど、これのきっかけにスピード上がるんじゃないのくらいの話でしかないっていうことですよね。で、逆に言うとそれがスピード上がるからこそ、まあ世の中の進化のスピード上がるよねくらいの感じで、で、むしろ競争が激しくなる分だけ、まあなんか良くなる、より良くなるじゃん、スピード的にはみたいなところっていうところですよね。はい。なるほどっす。なるほどっす。あ、なんかすごい僕個人が楽しむ感じになっちゃって、聞いてる人すいませんみたいなことがあるんですけど、いやでもそうですよね、なんかすげえ分かりました、ありがとうございます。でちょっとなんかディスカッションのところがすごく長まっちゃってるので、次が実は最後のトピックなんで、一旦そこで切って、なんか今の話を多分今日来てくれてる、聞いてくれてる人たちが結構コメントの内容がハイエンドなんで、可能であればちょっとそういう人たちを巻き込んだ感じで話していければなって若干思ってるんですけど、最後にですね、まあ、今の話をすげえ近いんですけど、なんかイエスノーで答えてもらうみたいな感じで、終わらせようと思ってます。なので、まあ、今の話で皆さんの方向性っていうのは大体イメージができちゃってるところはあるんですけど、じゃあ、まあ、このアフターコロナの世界を見据えてっていうところなんですけど、まあ、世界で学ぶ働くの価値は高まると思いますかっていう質問に対して、イエスノーでちょっと登壇者4名から答えてもらって、ちょっと一旦ディスカッションを締めたいと思いますっていうところで、田島君的にはどうでしょう。はい、先ほどもちょっと言っちゃったんですけど、イエスということで、はい、高まると思います。ですよね。はい、大きいです。ありがとうございます。じゃあ、藤本さん的にはどうでしょう。はい、そうですね、高まる、日本の中で高まるかどうかが半々っていう感じです。はい、そうだよね。で、しかも、さっき言ってくれたのを言うと、はい、オンラインでできる仕事であれば高まるよね、みたいなところを言ってくれてるんですよね、むしろ。そうですね。でオンラインでできる仕事では高まる、日本国内でどうなるかは分からんなみたいなところけれども、できるようになっておいたらプラスになるし、はい、できないんやったらむしろ別に広まるわけでもないかなみたいなところ、ニュートラルな感じかな、むしろ。はい、そうですね。大丈夫、ごめん、なんか俺が勝手に無理やり落としてる。あ、いえいえ、大丈夫。合ってます、合ってます、大丈夫です。で、高橋君的にはどうでしょう。じゃあ、イエスの。僕はもちろんイエスです。なるほど、イエスの、はい、高まると思います。はい。で、野中さんの方ではどうでしょう。なんかニュートラルだったらニュートラルみたいなところもある気がしたんですけど、私どうだろう、海外、世界的には高まると思うんですけど、うん、日本の人はそう考えない人もいるんじゃないかなと思います、うん、だからまーちゃんと一緒、半々かなって思います、うん、だそんな感じですね、うん、でも分かります、うん、なんかすげえありがとうございます。なんか僕も新しい観点をいただける話が、特に今のまーちさん、まーちちゃんと、うん、野中さんからのコメントは僕にとっても新しい観点が増やさせてもらったので、観点を取り方によってはやっぱニュートラルな部分があるし、で、まあ、日本っていうところを着眼したりだとか、お仕事ですよね、それこそオンラインの仕事かオフラインの仕事かで、さっき野中さんもオフラインの仕事やじゃなくてオンラインの仕事早めにやっといたらよかったって話だったと思うんですけど、そこの部分で仕事に、まあ、なんか身体性とか物理的な身体が関わるか関わらないかっていうところでの、のなんかプラスマイナスは多分触れ方が異なってくるだろうみたいなところはやっぱあってってところですよね。で、多分田島君と高橋君っていう観点で言うと、オンラインでできる仕事をベースに、特にまあうちの IT 企業みたいなところだとか、あとは教える教えないみたいなところも、知識移転って別にオンラインでできちゃうような仕事なので、そういうオンラインでできる仕事をやってる分には世界がやっぱ近づくところが増えるからこそ、まあプラスに働くみたいなところが多分田島君、高橋君から出た意見なのかなっていうふうに僕の方では受け止めましたっていうところですね。みたいなところで、まあそうですね、なんか僕にとっても新しい観点が、いただけた時間だったんですけれども、まあ、なんかやっぱり国を越えて仕事をするが当たり前になるところだとか、あとはハードルが、下がっていくみたいな
みたいなところがあるので、まあ、プラスに働くところもありつつ、でもなんか観点を日本に向けたり、仕事の形態に向けると、どう働くのかまだニュートラルに見えるところもあるかな、みたいなところが、今日のこのアフターコロナの世界で学ぶ、働くっていうところの価値に対しての、まあ、今日の皆さんの意見、まあ、登壇者の意見の整理なのかな、みたいな感じに思いました。踏まえてですね、このあたりっていうのを踏まえてですね、まあ、今後我々個々人がどういうふうに動くのかみたいなことだとか、もしかすると自分たちの個人の生活だけではなくて、まあ、社会的な使命感を持って動くみたいな方も多分いらっしゃると思うので、社会に対してどう働きかけるのかっていうのは多分我々自身の選択に、依拠してくる部分かなとは思うんですけど、まあ、なんか今日のお話とかのどこかをトリガーにして、なんか皆さんにとってもプラスの、まあ、価値軸とか視点が増えてたら嬉しいなというふうに思ってます。というところで、ちょっとじゃあ、すいません。次、ごめんなさい、もう一個あります。で、見てくださってる方ですね、すいません。今日の登壇者4名から、すいません。今後留学とか検討してる人とかが見てくれてると今回思っているので、来てくださった方に対して一言あれば、一言メッセージいただければと思ってます。というところで、じゃあ、田島君から一言メッセージ、まずいただければと思います。はい、先ほど言ったんですけど、僕は世界で働くとか学ぶっていう価値が高くなるっていうふうに個人的には思っているので、基本的に留学は、おすすめしておすすめです。まあ、とはいえ留学を決断するのは簡単ではないと思うので思うんですけど、ただ僕が一つ言えるのは、自分がちょっと留学経験者なので、今本当にとても留学して本当に良かったなって思ってるのが、正直な感想です。で、これは何てかっていうと、まあ、いろんな多様性、日本人じゃないフィリピン人とかってい う, こうなんだろう、多様性に触れてやっぱり自分の価値観っていうのがガラッと変わったっていうのを実感していて、やはりそういう経験ができるのってやっぱり留学のメリットの一つじゃないかなというふうに思ってます。なので、僕はおすすめしたいと思います。はい、以上です。じゃあ、マーチちゃんお願いします。はい、そうですね、ちょっと待ってください。はい、ですね、私の中でもちろん留学はすごいおすすめで、やっぱり人なんですか、私 の, そのやりたいことだったりをそのできるなんですかマインドを持たせてくれたのも海外での経験だったり、そういう異文化交流の中であったことなので、そこはすごいおすすめなんですけど、今回、まあ、正直コロナでたくさんの人が留学に行けなくなって、それで本当にまあ留学行ったけどすごい大金を払ったのに、まあ、何ですか留学できず悔しい思いをしている方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、その経験をプラスに捉えるじゃないですけど、やっぱりこう本当に行けなくなったからこそ留学をする意味というか、自分がなんで留学をしようと思っていたのかっていうのをもう一度考えさせられるチャンスだじゃないかなと思っていて、その行けなくなったけどやっぱりまた行きたい、じゃあなんで本当に行きたいのかっていう、このアフターコロナですぐに行けない状況でも行きたい気持ちがあるとしたら、それは何なのかっていうのをもう一度深掘りして考えれるチャンスだと思っていて、例えばなんですけど私は今まで留学2回経験してるんですけど、その中ではやっぱり異文化交流だったり外国人と話すのが好き、英語を勉強したいっていう軸だけでした。でもまあ、異文化交流もプラスなんですけど、英語に。でもそれだけじゃなくて、IT 留学だったり、まあ、そういうところで留学プラスアルファ、こう英語だけじゃなくて英語プラスなっていう、まあ、例えばアートだったりデザインだったり、まあ、いろいろあるので、そういうものも調べて、こうなんか何ですか、英語をつけるだけじゃなくて他のスキルも学べることで、こう留学の価値がまた上がるので、そういうのを考えるまた機会になれると思うので、ぜひこう調べて考えてみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。いや、なんか、心が動くね。じゃあ高橋君、じゃあお願いします。はい、はい、僕も、皆さんに留学をお勧めしたいと思っております。っていうのも、そのやっぱ自分を表現することの大切さっていうのは、やっぱその海外に行ったからこそ学べたことなんで、そういうものを皆さんにもなんか大事にしてほしいなっていうのと、あと一回その、ね、最近の日本人ってその日本が好きとか、そういう愛国心ってものがなんか全然ないというか、まあ、ある必要はないと思ってるんですけど、
その、まあ、一回その自分の知ってる日本っていう、なんていうんですか、ステージから離れて海外を知ることで、その日本の良さをまた再確認とかしてもらえたらなと思っております。以上です。すみません、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、野中さん、最後になんか。はい、まず一つは、留学を今迷ってる方に英語でエールを送ります。事前に作りました。迷ってる方、まず、If you wanna do it, just do it. If you don't like it, just quit it. Nobody is going to blame on you, because it's your life, right?、うん、で、次、留学をもうすでに決意してたんだけど、ちょっとコロナで中止を、ストップを食らっている方は、うん、なんか、If you need any help, just let me know, I'll be here for you. 助けるので、お願いします。言ってください。やばい。かっこいいですね。今まさに迷ってる方はですね、ぜひ野中さんに相談してもらって、でもう誰にもブレームされないので、行くって決めた人も行けばいいやって話ですよね。そうです、そうです。行けばというふうなところでした。ありがとうございます。ありがとうございます。というところですいません、皆さんからの質疑とかにも答える時間までがもうすでに終わっちゃってる時間で、僕が全然走り上手じゃなくて、時間コントロールできなくて、この時間になっちゃったので、さらっと残りのスライドで、なんかで、ちょっとだけ3分ぐらいお時間いただいた後、もう今、この後、その最後のスライド、ファイナライズしたというか、全体締めた後に、もう今回参加していただいている方も、皆さんマイクとかオンにしてもらって、ざっくばらんに懇親って、こう、喋るような時間に持っていければと思います。というところで、ちょっとだけ、最後にですね、なんかいくつか実はスライドあったんですけど、ちょっとスキップしてですね、最後にっていうところのシェアだけさせてもらって、懇親会に持っていければと思います。で、僕らですね、初めに軽くシェアさせてもらったんですけど、まあなんかグループで1300人くらいいてて、で、右側に6 Bases って書いてるんですけど、アジアに 6拠点構えてるようなグローバルなソフトウェアの開発会社が、まあサンアスタリスクって言ってて、まあ僕らの会社になってますと。で、今日のこのイベント自体僕らが、主催させてもらってました。で、まあ、やってることっていうのがグローバルなソフトウェア開発チームでですね、ソフトウェアの開発をさせていただいていたりとか、で結構そのイケてる会社さんの開発たくさんさせてもらってるんですね。この真ん中あたりとかも結構日本だったら上場して各領域、各インダストリーでトップ3本に入る指の会社さんとかが多くて、まあ、ランサーズさんとかってフリーランスのお仕事のプラットフォームだと、クラウドワークスとランサーズってトップ2個だったり、その右のユーザーベースさんっていうのはニュースピックス、まさにさっき落合陽一の話の時にニュースピックスの話出たと思うんですけど、まあ、ニュースピックスのアプリの開発の裏側って一部僕らの会社でやってたりとか、でその右がマネーフォワードさん、日本だと家計簿系のアプリとか、会計ソフトウェアみたいな感じだとフリーとマネーフォワードってトップ2つの1つだったりとかみたいな感じで、まあ、各業界のトップ2つ、まあ、トップ3本の指に入るところの1社っていうのがうちの会社で開発一緒にやってたりとか、まあ、右側だとソニーの子会社の新規事業のベンチャーだとか、それこそグロービスさんとかは MBA のスクールだと日本でトップレベルの民間の会社だと思うんですけど、そういうところの開発会社の開発とかを受けているようなソフトウェアの開発会社になってます。でですね、それ以外だと、まあ、ビジネス、まあ、スタートアップに対する投資みたいなことをやってたりだとか、あとはベトナム、フィリピン、カンボジア、あとはマレーシアにも最近手を伸ばしてるんですけど、アジアの各国でですね、若手の IT 人材の育成とかをやってる会社になってますと。で、まあ、そんな感じで、まあ、イケてるソフトウェアの開発をしながら人材育成もして、でそんな中でスタートアップで世の中を良くするようなビジネスに投資もしているような会社なんですけど、まあ、そんな会社がですね、僕ら今セブ島にいてるんですけど、セブ島で、まあ、グローバルなテックスクールっていうのでオーサマールスアカデミアっていうスクールを運営させていただいてます。で、まあ、今回のイベント、このオーサマールスアカデミア主催なんですけど、まあ、なんかまあ、まさに今留学って完全にまあ、ビジネスとしては一旦ストップしてるみたいな世界観なんですけれども、まあ、語学学校と提携して、まあ、英語を外国人の英語とプログラミングを外国人の先生から学ぶっていう、それこそまあ、今後もしコロナ以後でオンラインでやる仕事であれば、外国の人とスクリーンの向こう側で、まあ、なんか、何かを一緒に学んだり、何か一緒に仕事をしたりっていうのが、もしかすると増えるかもしれないっていう時代を先取りしたような学習の場っていうのを、僕らのスクールとしてはこの英語とプログラミングを学ぶ、英語ベースで学ぶっていう風なオンラインスクールだとか実際の留学スクールっていうのをやっているので、まあ、こういうスクールとかにももし今後興味があれば、お問い合わせとかいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
で、まあ、そういうところが最後告知みたいな感じでしたと。で、まあ、今日のまとめなんですけど、まあ、いろんなポジティブネガティブなポイントも議論に出てきたかなっていうふうに思っていて、でまあ、なんか今回のコロナをきっかけに物理的距離を無視できる経験や仕事に対して、まあ、強制的に築いていく企業さん増えてたりだとか、で技術によって距離を超えて人とつながるような仕組みっていうのも増えていくと思っていて、そういうニューノーマルっていうのが新しい方新たな方向で、まあ、増えていくんじゃないかなと思ってます。多分観光になってもバーチャル観光みたいなものが多分もっと増えていくと思いますし、なんかあの飲み屋に行ってもなんかあの人間がその受注あの飲み物をテーブルに持ってくるんじゃなくて、なんか飲み物の配膳をなんかロボットと AI がやってるみたいな、まあ、最近実はそういうのがあの増えてたりとかするんですけど、まあ、そういうふうな形で生活自体もどんどんアップデートされていくみたいなことがたくさんあると思っているので、まあ、そういうまあニューノーマルが生まれていく中で、まあ、同じ街に住む同僚ともオンラインっていうふうな仕事をすることも増えていくと思うので、まあ、同じ感覚で地球の裏側の同僚ともオンラインというふうな価値観も増えていく時代が来るんだろうなというふうには思ってるんですね。で、なのでそのアフターコロナの一つのニューノーマルっていう方向性を見据えてですね、まあ、なんか世界の一員、まあ、世界市民として視野を広げる方がまあ増えていってくれれば世の中面白くなるなと思ってるので、まあ、ぜひそういうふうな観点を持ってですね、まあ、僕らみたいなスクールを足がかりになんかそういうふうな目線を身につけるだとか、そういうふうな経験をされるっていうのもぜひ今後検討の一つとして、選択肢の一つとして検討いただければなというふうに思ってますというふうなところで、本編ここまで以上とさせてもらって、まあひとまず本編ここまで皆さんありがとうございました。登壇者ありがとうございました。で、見てくださった皆さん